んの昼ご飯。カルビとね、トッポッキーのコラボみたいな、違ったっけ、なんだっけ、もう忘れたの。借りるのは初めてだったんですけど、こんな風に洗濯機と乾燥機が置いてあったり、 IH のコンロ、アイロン、水ろ過するやつ、ポット、電子レンジ、あとこんな感じで台所がありました。私がお部屋を借りるときに注意してるのは水回りです。ここでは映ってないんですけど、トイレとシャワーを浴びるとこで段差があったので、清潔に使えるかなと思ってここにしました。ちなみに韓国の下駄とかは浴槽がない場合が多いです。こちらがエーランドで購入したフェネックのものです。何が入ってるかっていうと、じゃじゃーん、こういう小さいお財布ですね。ここに小銭を入れることができるようになっていて、ここにね、お札とこうカードを入れるところがあります。でここに入ってるの何かっていうと、かわいいでしょう。はい、スケジュール帳になっています。いつでもね、予定を確認できるように、こういった小さいやつをいつも持ち歩いています。